寒くて、今日はヒートテックにニットにコートまで来ました。それでも寒くて、でも電車とか乗ったらパーカーだけの人とかいて、ありえんティーって思いましたけど、本当に寒すぎて、私これから12月1月になった時にどうやって生きていけばいいんだろうって思いました。地球もうちょっとあったかくなってくれた方がありがたいなって思ってます。公演初めて申し込みました。私が出る公演ですかね。私は今のところ19しか出る予定ないですね。今月は多分。ちょっとわかんないんですけど、ちょい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 、ちょい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 、19の公演行くよ、やったぜ。寒すぎんね、マジで。寒すぎる。ダイリは逆上がりできるのだって、マジでできます。昔の話ですが、すっごい逆上がり得意です。得意すぎて、夢へのルートっていうミュージックビデオの撮影の時に学校でやったんですよ。で、逆上がりがあったからメイキングカメラ回ってたんで、じゃあ見ててくださいって、私は鉄棒が得意なので逆上がりしますとかって言ってやったら、その時スカート履いてたんですよ。でもどうせ逆上がりできるから行っちゃおうと思ったら、全然できなくて逆上がり、なんか体が重くて、小学生の時と全然違って体の感じが、って思って全然できなくて、でもできるかできないかの境目でずっと葛藤しちゃって、もうちょっと持ち上げればいけるぞって感じだけど、本当そこで止まって、もうずっとスカートがもうやばすぎてめっちゃ恥ずかしかったです。サービスショットになりました。もうそれ以来やってないです。鉄棒に触れてない。それがショックすぎて、なんかずっと自分は逆上がり小学生の時にいっぱい練習してできるようになったんですよ。ですごい私だるま回りとかもしてめっちゃ鉄棒得意だったんですよって思ってたから、自分ずっとできると思ってたんですよ。大人になっても高校を卒業しても、でもできないことを知って、って悲しくなって、それ以来鉄棒触ってません。
藤お菓子やね、だって伊藤お菓子。鉄棒ってむずいですからね皆さん、久しぶりに触ってみてくださいよ。大理さんは足速いだって、めっちゃ遅い、悲しくなるぐらいマジでまず走り方わかんないんですよね。うん、走るのがね嫌い、もう苦手とかじゃないの、嫌いです。うん、運動会とかやりたくないもん。 AKB48 で運動会とかなんてもイエーイってならないもう私。え、わかんない、表面的にはイエーイって言うかもしれないけど心ではえってなる。うん、パワー系ならいいよ、なんか走るとかなったらめっちゃ嫌だ。パワー系ならいける、腕相撲とか。走るとか嫌だ。うん、綱引きとかがいい。AKB でカラオケ大会とし、え？カラオケ大会か。エリちゃん不眠耐久強そう。え、絶対無理、すぐ寝るもん私。だって3度の飯と寝るのが好きって生きてますからねマジで食べて寝る、それが好きで生きてる。うん、大丸のカヌレ買いました。え、嬉しい、美味しかったですか。お、美味しすぎた、え、嬉しい。プレーンも美味しいけど抹茶が美味しかった。あ、嬉しい、いろんな種類食べてくれてる。私がおすすめしたのはプレーンだったので。でもね、私も抹茶も美味しいと思ったよ。
大ちゃん AKB カフェ行ってない。でも AKB カフェ行きたいけどね。みんなも行ってみてください、 AKB カフェ。なんかね、 AKB カフェ久しぶりのリップグロスの発売記念で AKB カフェっていうのがオープンして、なんか AKB のシングル曲にちなんだ感じのなんか曲じゃない、ご飯が食べられるんですよ。そう、グッズランダムでも16人の中からですよね。選抜メンバーしかさ、グッズがなくてさ、ね、選抜メンバーの16人のグッズしかないから、他のメンバーのファンの方はさ、行こうと思うのかな、思ってほしいからね、推しのコースターとか欲しかったですよね。ぜひ私のファンの方来てください。アクリル絶対に欲しいなって、お、嬉しい、ゲットしてください。ね、もう行きたいけど AKB カフェ、なんか一時期さ109に行った時に、109にもコラボカフェとかやる場所あるじゃん。そこに日向坂さんかな、欅坂さんかなのコラボカフェがあって、そう、ファンの方とかなんかそのお店の前とかで交流してましたよ。それを見てました。うん、お、なんだこれ、猫聞いた。ショートアートお代理しかかたんが猫タワーくれました、かっこくま、ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。ショートアートお代理しかかたん、アリガネコタワー、イエイ、アリガネコタワー。てか、なんか11月にさ、ネオンキッズのトークショーあるみたいなの、ツイッター見て知りました。でも私まだそのスケジュールメール来てないから、本当にあるのかわからない。本当にない、まだないと思ってる。うん。なんかツイッターでなんかトークショーみたいな来ますみたいな書いてあって、えって、え、そうなのって思って。まだないと思ってます。あるよ、だって11月14。でもまだスケジュールとかで来てないから、スタッフさんからそういうのありますとも言われてなくて、うん、AKB の公式でも発表されてる、でもありますって連絡来てないし、ない、うん、
かぶるといつもよりにありますし、バイバイバイで可愛い。あ、ありがとう。逆上がり当たりました、対戦よろしくお願いしますってきた。怖っ、めっちゃ怖いんだけど。え、対戦ステージ上がってこないでくださいね、怖い。え、席で静かに見ててくださいね。最前席が復活してる。え、それな、なんかさ250人になったからどんな感じか楽しみ、ワクワク、嬉しい。ね、何年ぶりだろう。劇場公演行くの3回目です、楽しみだって。お、楽しみにしててください。ますますビンゴが大事になってくる。え、頑張って。今日28歳になりました、おめでとうございます。アラサー。お代理の兼任が聞けるのもだってそうだよね、今はさチーム8チーム K 兼任のお代理なですって言ってるけど、4月からはさもうそんな言わないのかな、チーム K のお代理なですになるのかな。号泣だって。ね、どうなるんだろう。チーム K、チーム8兼任のとかになるのかな。行っちゃったみたいなリアクションで毎回言おう、やばすぎる。言おうかな。でも私自己紹介の時別にいつもチーム8チーム経験人のとか言ってない気がする。はい、今日も楽しくエリエリオで頑張ります、チーム8チーム経験人のダイリナです。まあ一応言ってるか。はい、今日も楽しくエリエリオで頑張ります、神奈川県出身のダイリナです、よろしくお願いしますって言ってるかも。うん、私は。そう。だから、うん、そのまんまかも。神奈川県代表は名乗り続ける。神奈川県代表っても言ってないな、私。
今日も楽しくエリエリオーで頑張ります、神奈川県出身の小田エリナです、よろしくお願いしますっていつも言ってる。なんかチーム8って感じの時は代表って言ってますけど、そうチーム8のなんかのイベントとかそういう時は代表って言ってるけど、ちゃんと使い分けてます。代表はおこがましいと思うような正直だって。え、全然、私がチームメイトの神奈川代表やでってもう普通に誇り高く思ってます。おこがましくない、 Y が神奈川県の代表やでってもうバチコリ思ってます。はい。だって事実だもん、チームメイトの神奈川県代表だもん。ちゃん8に入りたかったんだよね。だって一応ドラフト1期生も受けてましたけど、チームメイトで神奈川県出身はいないよ、私しか。来週の劇場楽しみだって。嬉しい、楽しみにしててな。また一日警察署長になってほしい。だってやりたい。リップグロス発売日だね、公演の日。あ、確かに19日確かに今気づいた。歌コンって何日でしたっけ。18か、歌コンは18か。
ドボンライブで歌う曲決めたのだって。あ、なんかもうセットリ来ましたよ。セットリスト。楽しみにしていてください。もう10日切ってるだってね。立川というところであります。すごい大きいステージだった。大きいステージっていうか大きい会場だってびっくりしたよ。私あんな大きいところでやると思わなかったからさ。なんか全国ツアー並みじゃないですか。調べたら知ってるところがあって、調べたところが本当にその場所かわかんないんだけど、めっちゃすごいとこだったよ。ガチガチコンサート、マジで。最近できたとこだから綺麗だって。いいね。立川東京なんだ。楽しみ。ドボンコン早くやりたい。まあ、今やってもさ、ちょっと何もできないですけど、ステージで音楽だけ鳴ってあみたいになるけど、1ヶ月ぶりの明日が舞台初日だった。もちろん1ヶ月前のウルトラマン、1ヶ月前の明日ってか早くない？マジで早すぎる。こうやって大人になっていくんだ。時の流れ早い。ユークロの嫌だなだってエリも。ねえ早いですね。まだセリフとか覚えてる？だって。覚えてるね。でもやれって言われたらできるかも。
もう1ヶ月が賞味期限ですね。1ヶ月ぐらいは覚えてますけど、まあさすがに1ヶ月超えたら忘れそう。台本とかも取っておかないタイプでしたもんだって。無縁はめっちゃ取ってたけど、なんか取って見返すことがないから、なんか大掃除の時にあいいやって思って捨てたんですよ一回。そう、それ以来取っといても見返すことがないって思って残しとくのはやめました。うん。しかも私台本めっちゃ汚いんですよ。もうなんて言うんだろう、めっちゃ書いてるし、すごいいっぱい持ち運んだり、おなんかそのページだけ折ったりするから、なんか綺麗じゃないんですよ台本が。まずだから残しててもうどんどんもうぐちゃぐちゃだし、紙とか。そうさないね。特にネオンキッズはすぐ捨てました捨てました。ネオンキッズの台本はもう帰ってきてすぐに、制作側にしてみて辛い話なのって、違うんですよ。もういっぱい書いててもうボロボロすぎて台本が、そうなんかもうこの挟むやつとかもうぐしゃぐしゃすぎて、そうだって直前まで通しますみたいな直前まで舞台袖で待機してる時に台本こうやって見て紙をね、いや出番だと思ったら台本の紙の部分をこうやって折ってポッキーに入れてやってたりしてたから、だからもう折れてる1回2回3回4回ぐらい、一夜漬け舞台みたいな舞台だなって。いや違う、稽古の時ですよ。投資、私はコロナで全然稽古参加できなくて、もう復帰した時にはみんなもう通せる状態だったから、もうやばすぎてもうずっと台本と一緒に過ごしてました。稽古場ではもう自分の出番が出るまで、その出番出る場所でこうやってずっと見て、よし行くぞってなったらもう行って、また戻ってきたらもう台本見てみたいな。そう、そうなんか結構咳とかもめっちゃ出てたけど、歌わなきゃいけないから咳
とか出てて、声とかも結構枯れてて、声出すのがちょっと辛いとか、歌とかも結構辛い時あったけど、もう歌わなきゃと思って、ボイトレもあるし、歌もちゃんと通してやんなきゃいけないし、歌詞ももうだからもう本当にやばすぎました。自分も万全な状態じゃないし、歌っても全然痛いしみたいな、うん、そのパジャマかわいすぎて話全然入ってこないです。だってえ、じゃああれ画面見ずに話だけ聞いてみたら、うん、走らないとに定期的に出てほしいなって。走らないと大好き、マジで。スタッフさんも大好き、優しいし面白いし、うん、知らない人って何やで、 AKB48 のベイエヘムのあのラジオさんです。ミヨンさんがやってる、コンサート直後はすごいだって。やばいですよね、もうだって次の日の記憶あんまない。次の日も歌番組の収録だったんですけど、朝からその後ずっと寝てましたもん。うん、ミャオの印象が強い。ミャオさんの時も面白かった。マジでミャオさんが MC の時はマジで嫌われてるのかなってぐらいクールすぎて、冷たくて、私が何か言ってもあ、はいそうですかみたいな感じでほぼ返されて、えって思って、やばいやばいって思って、そうでもそれが逆におもろかったけど、まさか卒業公演に呼んでいただけるとか思ってなくて、まさかのなんか呼ばれて、なんか森へ行こう、じゃあ次は上代理に行って継承したいと思いますって、なんか勝手に継承されて森へ行こうなんか継承されて、そうめちゃ怖かった。うん、森へ行こう継承されたのが、
しかも森行こうマジでダンス難かったしね。エリちゃんの夢しな公演見た、やりたい。私夢しな公演見たすぎて、あのチーム4さんがやってた時に普通にオンデマの会員になりました。それを見たすぎて。瀬戸りどんな感じかな。渋いです。結構渋め。なんか渋い。エリは好きだけど AKB のファンの皆さんはどうだろうって感じ。うん、ね、目撃者公演も好き、やりたい。なんかさ研究生公演でさ、今ただいまリア充やってるじゃないですか。羨ましいなって思う。新衣装が多くて、私言うて新衣装公演で一着しかない、一着しかないっていうか一着作ってもらえるだけでありがたいけど、前のチーム K のリセット公演は新衣装がなしで、チーム A とチーム4は全部新衣装とかだったんですよ。で K は新衣装なしで、今回も K で私で新衣装がオープニングの金の衣装一着で、でもなんだろう、他のチームは結構新衣装ない、なんか A とか。でも研究生公演も見たら結構ちょっと、まあ、一着以上あって、いいなって思って、羨ましいって。私そう、元からあるね衣装着れるのはありがたいですけど、やっぱでもやっぱ自分のさ名前が入った衣装とかめっちゃ羨ましいなって思います。うん、公園で、私だってなんだろう、あのさ新衣装、あれエンドロールとか新衣装だけど、多分普通にマナカの衣装、名前には田口マナカって書いてある。しかもちっちゃいし、ズボンめっちゃ短いよいつも。毛が合わんズボンの。なんかさあサイズとかだったらさ衣装とか詰めたりすればいけるけどさ、もう縦は無理なんよ。もう生地をあの足すとかじゃなきゃ無理なんだよ。そう、縦は無理、どう頑張っても短いんよ。
AKB でここ店みたいだっていいね。シングル収録企画では結構オリジナル衣装ないだって。確かに選抜とか入ってるからオリジナルあるけど、公演でっていうのが羨ましいよね。そう、メンバーからしたら新しい公演でって、自分の衣装、自分たちの新しい衣装をこの公演のために作ってくれるっていう特別感がメンバーにとってはすごく羨ましいわけ。なんかもともとお下がりの公演じゃん、だから先輩たちを受け継ぐっていうのもいいけど、新しい衣装が来ることによって自分たちの色に変えられるみたいな、そういう気持ちがあるのでいいなって。だから K のリセットの時は、 K のリセットってコミケさんの時のリセットは、あのですね、もうリセットをね、もう何回もやったメンバーさん結構いらっしゃったんですよ。先輩の中でももうリセット大丈夫みたいな、リセットもうやり慣れてますみたいな方が結構いらっしゃったんですよ。で、衣装ももう着慣れてたんですよ、みんな。ほぼそう、だからそう、あ、もうリセットって感じするわみたいな、みんなやばいエモーみたいな、懐かしいみたいな、私この色の衣装だったみたいな、また今回もだみたいな感じ言ってたの先輩たちも。そうでもさ、やっぱチーム A とかチーム4新衣装でもう丸々新しい声、やったことない声に新しい衣装。でも K はやったこと ある上に着たことのある衣装みたいなね。そう、新公演見たいな。だってぜひぜひとかぜひねえ、いいよね、新公演もらえたら嬉しいだろうね。うん、新公演なんてさ、夢のまた夢だからね、本当にやりたいとかって思うけど、もう夢の夢のまた夢だから、新公演っていうかオリジナル公演か、オリジナルのね。いやいや、オリジナル公演っていうのは秋元康さんがもう一から一曲もう全部オリジナルの曲ってことだから、セトリとかじゃなくても全部新しい曲で、新しい衣装で、新しい演出でっていうのがオリジナル公演なので、そう、それをねもらうっていうのはやっぱ夢のまた夢のまた夢のまた夢ですからね。うん。
ドリーム待ち。でもね、坂狩り公演のアンコールの衣装面白いのでぜひ見てください。すいません。じゃあ急にちょっとゆっくりは喋れないんですけど、坂狩り公演のアンコールの衣装面白いんでぜひ注目してください。お願いします。うん。はい。すいません。あの衣装好きよだって えそんな方いらっしゃったんだ、嬉しい、ありがとうございます。アンコールの衣装昔のと変わってなくてあらーってなった、ウケる。あの衣装好き、え嬉しい、ありがとう。最近好きになりました、えありがとう。かわいいよだって、えあの衣装、あらーってなったけど、だりちゃん似合ってる、それないよ、似合ってる。一番好きな衣装は、ザ・イーズの衣装、じゃんけん大会の時のあれめっちゃ可愛い、のでっかいリボンが可愛い、頭につけてる。あとネモハモルーマーの衣装も好きかな、全部可愛い。うん、ヌマハもいいよね、衣装。じゃあ、そうか、11時になってた。11時になっちゃった。去年のレコ大の衣装好きだって、あれめっちゃ可愛いよね、私も好き。じゃあ11時過ぎたということで、じゃあ今日の配信終わりたいと思います。皆さんありがとうございます。では最後におランキング読みます。いきます。13位コメイ先生、12位エリ大好きアットエリの韓国ファン、11位 YSA73、 10位ひとくまさとる、9位直樹、8位美穂、7位美咲、6位柳美、5位みやちゃん、4位白地アット ODA 神吉、3位まあアットおだし、2位なおなお、そして1位はショータアット代理しかかたん、ありがとう。皆さん本日配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信で。バイバイ。